コーンスターチ、そして粉砂糖、アミガエッセンス、重曹となっております。でこちら全て材料はこちらなんですが、もっと簡単に作りたいという様は粉砂糖、そしてコーンスターチの2種類だけでも簡単にこちらのラムネが作れるようになっております。こちらのですね、頭が取れるようになっておりまして、こちらを外していただくと中が開くんですけれど、少々お待ちください。こちらですね、こちらの中に全て分量をあちらのですね、クマの形のしたスプーン、計量スプーンで測って入れていただきまして、こちらの手も取れるようになっております。こちらが混ぜるスプーンになっております。でこちらでよくこちら材料を混ぜていただきまして、で混ぜていただいたこちら粉がですね、こちらになっているんですけど、こちらの粉を、こちらプレートが動物型の形のと丸い形の2種類ご用意してあるんですが、そちらの型の中に材料を入れます。そして全てですね、手とそして頭を締めまして、こちらの上にセットします。そして最後こちらのボタンをプッシュしていただくと、こちらで材料が押されプレスされます。で押されたラムネを取っていただいて、冷蔵庫で 1,2 時間乾燥させていただくと、こちらの今前に並んでいるんですが、可愛らしい動物型のラムネやこちらの丸い形のラムネが出来上がります。なので出来上がったラムネはですね、こういったラッピングなどで包んでいただくと、はい、お友達に配ったり、はい、ご家庭でも可愛らしく楽しんでいただける、こちら簡単にラムネが作れるクッキングトイとなっております。でこちらの動物ラムネ工場は2015年の11月を発売予定となっております。ぜひこちらの動物ラムネ工場ご期待ください。こちらもラクスを紹介しております。こちらもバルフロートに行きます。